早速始まった。はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲーノです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、先日、機関銃陣地発見というふうなタイトルで発表しました動画ね、下見に行ったつもりだったんですけどね、たまたまそしたら機関銃陣地らしきものを見つけたっていうふうな動画だったんですけどね、今回改めてね、その陣地と、それからもうそこのね、山一つ、ざっとね、調査してきたんで、その模様をお伝えしようと思います。でね、現地の動画だけつなぎ合わせてると、状況がちょっとよくわかりにくいような感じになりそうだったんで、先に説明しちゃいます。これ先日見つけたこの号なんですけどね、小さい穴、ちょっとね、埋め戻しかなとかってあの時思ったんですよ。それとあと普通のサイズのこの号口ね、まあ、この2つの穴がね、大体約3メートルぐらい離れて並んでたんですよ。で、まあ、最初見た時はまあ当然ね、こういう風にこの字型につながってるんだろうなって思ったんですね。で、実際に入ってみたところ、この奥正面にちょっと上り坂になって銃室があったわけですよ。狙撃なのか機関銃なのかわかんないんですけどね、こちら側の方に口開いてたというふうな感じだったんですよね。で、こちら側にも分岐があったんですけど、こうね、どういうわけかその時ね、行かなかったんですよね。パッと見でね、ここら辺で止まってそうな感じ、あまり奥行きがなさそうな感じだったんですよ。ですので、これは、こんな感じ、かなって思ったんですね。で、こちらの小さい穴覗いてみたところ、なんかね、こちら側に伸びてるように見えたんですよ。ということで、この二つの穴は実は別物ではないか、というふうな仮説。見に行けばよかったんですけどね、もう、銃室のことで頭がいっぱいで、こっちはね、行かなかったんですよね。不思議なことにね。うん。でね、だから今回はね、だからこの小さい穴ね、少し拡幅して、この中ね、どこまで続いているのか、まあ、ひょっとしたら閉塞かもしれないな、なんて思いながらも、まあ、その調査をするっていうのがね、目的の一つだったんですよ。で、もう先に結論言っちゃいますけど、この推測間違いでした。これこういう風に繋がっていました。そしてこの穴はね、膀胱かと思ったんですが、実はこれは銃眼でした。まあ、銃眼つまりあれですね、機関銃とか狙撃用のライフルとかのね、銃身をね、覗かせる穴ですよね。もうこっち側に伸びてるっていうのはだから完全に錯覚というか、まあ、気のせいっていうかね、影がそう見えただけだったんですね。ですので、まあ今回の動画ね、前半はこの陣地こうなってたんだっていう風なね、模様、中のね、銃室の模様とかね、それ見ていただいて、こちら側もね、前回の動画でアップロードしてるんで、もう今回行きませんでした。うん。で、それからその後、今度はね、この陣地のある山、一応てっぺんまで登ってね、それからさらに別のルートから下山しまして、途中にね、まあ何かね、あったかなとかって、そういう風なところを見ていただこうと思います。ということで、よろしくお願いします。なお、今回のメンバーは、うちのかみさんがね、が口癖、戦績界のコロンボ、まやさん。探索が忙しすぎて動画作りを放棄中、ニコ動のレジェンド、野田の人さん。そして、いつも後ろからついていって、美味しいところだけいただく、ずずしどっかのさんの3人です。ないかな、でも。あれでも、空気ある？これってもしかして10万？あ、これが10万か。なんか、ここでいきなりドンっていってるよね。そうですね。ってことは、なんだ？なんだ、こっちから持ってんの、こうやって海の上に繋がってる？ちょっと行ってみるか。そうですね、もう一回ね。そういうことか。あ、やっぱ繋がってたんだ。あ、もう見える見える。いや、頑張って掘ろうとしたんですけど、おかしいなって思って、行き止まりだと思ってね、諦めて行かなかったところが、実は普通に繋がっていました。
ということで、ちょっとな、じゃあもう一回入ってみます。よいしょ。よいしょ。で、この間はこの上のことで頭がいっぱいでね、左はあんまり気にしなかったんですよね。ああ、本当だ、ちゃんと曲がってんじゃんね。よいしょ。なるほど。なるほど。と。ああ、普通に十眼でした。ああ、結構この穴長いんですね。よいしょ。ズババババ。ズババババババ。なんか今小間西さんがいましたよ。へえー、あジグダーがいる。わ米軍が襲撃してきた。ここが段になってますね。なるほど。じゃあちょっと出ちゃいます。なんだかよくわかりません。よいしょ。野田さん上行っちゃった。野田さん上探しに行った？うん、なんか持ってきたけど、何やったら左に曲がってるとばっかり思ったら。ええ。違ったんだね。本当ですね。今にして思えば、なんであそこ、あの日入っててよかったね。本当ですよね。そうそう、ご紹介が遅れました。ニコ動のレジェンド、野田の人です。あれ、でもそっか、初登場じゃないんだよな。前にチラって出てるんだ。あ、いきなり激ハブだ。もちろん野田さんはこんなヤブにはひるまない。よし、じゃあ野田さんが調査してる間にどうしようかな。じゃあ僕も何か探すふりしよう。よいしょ、こっち側。てかこっちの方が海側なんだけど、こっちは植生が濃すぎる。ということで、そこで立ち往生引き返します。なんか戻ってこないな。あったのかな、まさか。あ、なんか言ってると思ったら疲れたでした。よいしょ。神社あるよ、神社。神社、そういや地形図に載ってましたね。何この道、どっから続いてきてんの？あ、これは下から登ってきた道か。神社といえば戦跡。神社の裏山には戦跡、地下壕。右にも道ありますね。こっち行ってみます。ああ、この参道からこれか。きついな、この神社。うわ、ちゃーちゃー。下ない。あそこにも平場があるけど、ない。とりあえずこっちは、とりあえずやっぱり神社は参拝しておきましょう。よいしょ。暑いな。もうくたびれちゃいましたよ。あのね、朝の一発からね、動きまくるとこの後ダメージがきついんだよな。少しずつ調子を出していかないとならないのに。あ、ここか。こうなってんのか。よいしょ。はい。やりましたけど、この神社、窓が閉まってますよ。でもアリだらけ。ちょっと真ん中にちょ神社の周りも結局なかったので、ちょっとね、この神社の参道を今度は山下りながらね、ないかというふうに探していきます。
これぐらいじゃね、まだまだ野田さんね、やり足りないですから。うん、そっちはさ、あっちまではなかったです。じゃあこれ下っていきますか。うん。やべえ、朝一で無茶したからか、ちょっと足がガクついてきたんだけど。こういうところに空いてると良かったんだけどね。うーん。繋がりが気になる。いや、実は豪雨の後、そんなことはないね。いいかなぁ。でもなんか削りが人工的だよね、これは。なんか違うにしちゃなんか変だなぁって感じですね。わ、人工的ってこれか。なんかちっちゃいかな。逆はなってるのはなんか綺麗に人工的っぽいんだけど違うかな。これつづらになってんのかな。つづらだね。つづらや、つづら。なんかあれだよね、この3人でやるのも初めてだよね、きっとね。あ、そうですね、そういやね。なんかあっちの方に穴っぽいの見えたんだけども、一瞬あそこにほら。あ、あれね、あの影ね。うんうん、でっち上げで何か見つけたことにしちゃおうかなんてしょうもない冗談を言っていたのですが、あ、何かあるよ。何だろう。こ、声のトーンの嘘くささが。そうそう、なんか1960年代。ああ、本当に。あった。びっくりした。あ、そっちにもあるよ。そこにも あったじゃん。え、そっちにもありました。でもこれはすぐ行き止まり、これちゃいますね。え、でもなんかそれも銃眼っぽい切り方ですよね。あ、いや、気のせい。うん、あのすぐ埋まっちゃってます。あ、そうなんですか。あ、でもこれ本当、これこそ本当人工的でしょ、この穴。うん、これは人工的。もろ。でも、あ、本当だ、埋まってる。うん、あ、完全に埋まってる。繋がってなさそうだし、左右繋がってないですもんね。うん、なんてこと。あれや。じゃあ僕そっち行こう。なんかこっちもそんな感じ、予感ですね。でも中広そうだよ、これ。ああ、コウモリさんがいた。あ、そういうことか。これ倉庫ですよね。ああ、本当だ。向こうよりは広いな、こっち。うん。ここなら3ヶ月ぐらい住める。こっちでこんな感じ。こっちは、そっちよりは広いと思う。広いというか、倉庫みたいな感じですよ。うん。あれはね、両松庫。ではないか。ああ、はい。ここって激戦区だから、うん、始まれば遊撃部隊とかが爆撃した時に、ああ、逃げ込んだりとか、そんなのかなって勝手に思ってます。ああ、こっち側が一回ま、変な形だなこれ。どういう構造なんだろうね、これね。っていうか、何を作ろうと思ってたんですか。っていうか、これで完成か。よいしょ。この2つはこれで完成ですよね。完成だよ、これ。北里に戻ってきた。あ、そこにもなんか、ちっこいのがある。しかも四角いよ、それ。あ、違うか、気のせい。埋まってるけど、完全に埋まってますよ、でも。あ、違うか。
あ、ということで山降りてきました。あの二人は物足りないようですけどね。ちょっと僕はネタになりそうなシーンが撮れたので、まあとりあえず満足です。まだ続きいきますよ。はい。それでは。